ベストウェスタンホテルズベストウェスタンホテルホテルズリゾーツはアメリカ発祥でアリゾナ州フェニックスに本部を置く世界百0の国と地域に4200軒以上のホテルを展開している世界最大規模のワールドホテルチェーンであるベストウェスタンリワード会員数3800万人2018年12月現在を誇りアメリカには約1900軒 ヨーロッパ圏で1500件を数える。2018年現在、アジア及び中東エリアのホテル数は、パイプラインも含めて、約220件を展開中。2019年2月18日、ベストウェスタンホテルズリゾーツは、本日2019年世界の主要都市で、約300件のユニークで特別なホテルと、リゾートラグジュアリーホテルを展開している。 ワールドホテルズを買収したというニュースがリリースされた。ベストウェスタンホテルはアメリカ発祥のワールドホテルチェーンである。同じくアメリカ発祥のチョイスホテルズインターナショナルと同様に3つ星から3.5つ星の中級クラスが中心で宿泊料金が比較的リーズナブルであるため5つ星クラスの高級ホテルに宿泊するほどの余裕はないが 防犯上の理由などで安宿には宿泊したくない旅行者か絶大な指示を受けている。もともと発祥はアメリカロードサイド型のモーテルタイプであったが、近年は3種類のコアとなるブランドが構築され、ベストウエスタン、ベストウエスタンプラス、ベストウエスタンプレミア、3つ星級のスタンダードホテルから5つ星級のリゾートホテルまで、ブランド展開を広げている。近年はさらに、 ブランドラインナップを充実させ、BW プレミアコレクション、エグゼクティブレザーデンシー、ビブ、グロ、シュアステイ、アイレン、サディなど国や地域及びターゲットとして高くしているゲストポートフォリオに対応するため、価格レンジに応じた13のブランドコレクションを展開している。リワードプログラム会員は世界全体で3、800万人。 そのうち日本人の会員数は8万400名、2018年11月、現在で推移している。当初日本には、高山と長崎の他に2006年8月4日には、同年3月末に撤退した、高知ワシントンホテルプラザートにベスト、と、2008年3月23日には、首都圏初のベストウェスタンホテルとなる、ベストウェスタン新宿アスティナホテル東京が、 同年4月20日には、シティ、広崎ホテルが名称を変更してベスト、ウェスタンホテニューシティ広崎として開業した。長野県松本市にある旧第一、官業銀行松本支店ビルを施設の一部として、改装して、開業予定のベストウェスタン松本は、運営する株式会社ザ・ピース・インターナショナル、大阪市中央区親会社である、株式会社、レイコフ、 大阪市中央区が2008年3月20日に民事再生法の適用を申請したため開業が危ぶまれたが、同年3月26日に結婚式場を運営する株式会社ブライズワード小屋市中区がベストウエスタン松本の運営を受諾、名称をホテルアルモニービアンに変更し、当初の予定通り同年4月1日に開業した。受託期間は3ヶ月で、 この間にブライズワードは、レイコフと協議をし、受託期間終了後の現在、運営中である。2008年9月3日に開業したベストウェスタントス、トズ氏は、運営会社の VG インベストメント株式会社が自己破産したため、2009年5月7日をもって営業を終了した。初年度の売り上げは、約4億円を見込んでいたが、集客が軌道に乗らなかった。 負債総額は約11億円。2008年10月にベストウエスタンインクとアドエリアデベロップメントオーガニゼーションを締結した価値開発株式会社は独自ブランドであったホテルフィーノからワールドホテルチェーンベストウエスタンへのリブランドを開始。2010年にベストウエスタンホテルフィーノ札幌 2015年価値開発のフランチャイズとして、ベストウェスタン・レンブラントホテル・鹿児島リゾート、旧レンブラントホテル・ホテル・鹿児島が開業した。2016年価値開発の100%子会社である、フィーのホテルズが、2月にベストウェスタン、沖縄女ビーチ、ベストウェスタン、沖縄後期ビーチの直営運営を開始し、4月に、 価値開発のフランチャイズとして、ベストウェスタン・レンブラントホテル東京町田が開業した。2017年4月、レンブラントホールディングスが新築ホテルを江戸川区西火災で開業。価値開発のフランチャイズとして、ベストウェスタン、東京西火災グランデが開業した。2017年9月価値開発の直営方式で、ベストウェスタン、大阪塚本が開業し、 ついで10月ベストウェスタン、山形エアポートが開業した。2018年2月価値開発の直営方式でベストウェスタン、札幌大通公園が開業した。同6月価値開発の直営方式で日本初の上位ブランドラインであるベストウェスタンプラスホテルフィーの千歳が開業した。2018年10月価値開発の直営方式で 東京都内発の直営ホテルであるベストウェスタンホテルフィーの東京秋葉原が開業した。2度12月価値開発の直営方式で日本初上陸のブランド直営ホテルであるシュワステイプラスホテルバイベストウェスタン新大阪が開業した。2019年2月価値開発の直営方式で大阪エリア4ホテル目となり上位、プラスラインでは2ホテル目の直営ホテルである。 ベストウェスタンプラスホテルフィーの大阪北浜が開業した。2019年2月現在、日本で19件のベストウェスタンブランドホテルが展開されている。2020年東京オリンピックまでに新規開業予定のベストウェスタンホテルは2019年4月発表現在で4件となる。ベストウェスタンホテルは中国へ2002年に進出した。 現地名は最下製法。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。